でみんな整うの。こんにちは、サウナ大好き VTuber のズーナこと清水うなです。皆さん、サウナスパ健康アドバイザーという資格を知っていますか？年々知名度が増えていて、この資格を取ったよというサウナーさんをよく見かけます。ズーナもこの資格を少し前に取ったのですが、結論から言うと取ってよかったなぁと思ったので、皆さんに紹介したいと思います。ズーナチャンネル、今回は大きく分けて、サウナスパ健康アドバイザーとは何か、受験方法、どんな人におすすめかについてお話しします。サウナスパ健康アドバイザーとは、温浴施設の従業員や利用者がサウナやスパに関する正しい知識を身につけ、お客様へのサービス向上やご自身の健康増進に活用されることを目指して、公益社団法人日本サウナスパ協会が2014年に新たに設立した認定資格です。つまりこの資格、温浴施設の従業員だけでなく、一般の人も取ることができる資格です。名前だけ聞くとなんだか難しそうに聞こえますが、取得難易度はかなり低く、1日あれば誰でも取得できちゃうような資格なんです。具体的な受験方法について、完全通信制、テキスト代や受験料もろもろ込みで5000円で取ることができます。公式ホームページから申し込みをすると、1週間しないくらいでテキストが届きます。料金はテキストを受け取るときに運送会社の人に現金またはカードで支払います。あとは自分で勉強し、同封されている試験問題を解いてポストから送るだけ。合格するとこのような認定証とカード、可愛いピンバッジが届きます。後で説明しますが、このカードを持っているといいことがあるので、なくさずに保管しておいてください。そんなサウナスパ健康アドバイザーですが、こんな人におすすめです。ステータスが欲しい。これは言葉の通り、サウナーとしての肩書きになるということです。サウナスパ健康アドバイザーを持っているといえば、簡単にサウナ好きをアピールできたり、なんかすごそう感を出すことができます。ズーナもサウナを発信する側として、持っていた方が信用につながるかなと思い取得しました。お風呂やサウナの知識を深めたい。さっき取得難易度はかなり低く、誰でも取れる資格だと言いましたが、それは出題される問題が簡単だからであって、テキストの内容はかなり充実しています。基本的なサウナの入り方についてはもちろんですが、疲労回復や睡眠改善などの症状に合わせた入浴法を紹介していたりと、参考になる知識がいろいろ載っています。特にズーナは、ツボに関する知識がほとんどなかったので、ツボを利用したボディケアについての情報がたくさんあったのがとてもためになりました。サウナスパプロフェッショナルの資格を取りたい。これは施設の従業員向けの話になってしまうのですが、上位資格であるサウナスパプロフェッショナルという資格を取るには、まずこちらのサウナスパ健康アドバイザーの資格を取っていることが条件にあります。ズーナは近いうちにこのサウナスパプロフェッショナルの資格も取る予定です。取れたらまた報告するので、楽しみに待っていてください。サウナをお得に利用したい。実際これが目的で取るという方は多いのではないでしょうか。施設は限られますが、こちらのカードを提示することで入浴料金の割引を受けることができちゃいます。お得なところだと500円も安くなるので、たくさん利用すれば受講料の元を取ることもできちゃいます。該当する施設はこの動画の概要欄に URL を貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。もしこの中によく利用する施設がある方は、絶対に取っておいた方がいい資格です。以上の通り、取っておいて損はない資格だったので、少しでも気になった方はぜひチャレンジしてみてください。これからもこのチャンネルでは、ズーナが勉強してきた知識をフルに使ってサウナに関する動画を発信していくので、最後にチャンネル登録よろしくお願いします。ここまで見てくれてありがとうございました。それでは次の動画で、バイバーイ。